はい、2023年4月29日トレーター主催第1弾ということで、無敵ステキフェスボリューム1メタルロワイヤル、会場に来てくれた皆さん、そして配信で見てくれた皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや本当ね、普段みんなの応援のおかげで活動してるわけですけど、この主催もね、一つの区切りではあるわけですけど、みんなの応援のおかげでこの日を乗り越えられたということで、本当に普段の応援感謝してます。でね、ライブの感想をぜひツイッターでね、ハッシュタグつけてツイートしてくれたら僕らも見ますし、公式ツイッターでリツイートもしますんで、ぜひぜひ感想をね、ざっくばらんな感想を聞かせてください。はい、はい、ということで、じゃあちょっとね、メンバー一人一人今日のライブのこうね、感想と、今後のライブの意気込みを、じゃあまずギターライブ、はい、いや本当にライブね、本当全力でやりきりました。皆さんがね、楽しんでくれてたら本当に幸いだなと思います。また次もね、自主企画も含めてライブどんどんやっていこうと思うんで、ぜひ皆さんついてきてください。お願いします。はい、イエーイ、はい、じゃあベースゆうき。はい、今日はですね、いや楽しく演奏できたと思います。お客さんもすごく盛り上がってくれて、我々もミュージシャンの端くれではありますけれども妙に尽きるというか、はい、そんな感じでございます。これからも新しい、音源とかも含めて、いろいろこれからライブも含めて、もっともっと精力的に活動していきますので、皆さんこれからも応援してくれたら嬉しいです。また次のライブでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、真面目だ。じゃあボーカルウィリー。はい、本日はね、シングルのリリースもできましたし、本当にバンドとして一区切りついたのかなという機会になりました。その先にさらに進むためにもまた頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。僕はね、すごい思ってるのが、この今回のライブが、ある種この10月、去年10月始動してから一番こうなんかバンドらしいライブになったかなと。なんか最近ね、どんどんこうトレーターがバンド、変な言い方ですけどバンド化してるなっていう感じがしますんで、これからますますね、個人個人の個性が爆発していくんじゃないかなという感じがしてるので、この先のトレーターもちょっとぜひね、見逃さずに、ついてこいよ。はい、ってことでゆうすけでした。はい、はい、で、じゃあそういう感じでね、次が6月17日、はい、吉祥寺クレッシェンド、土曜日ですかね、はい、にまたライブが控えてますんで、今日来れなかった人もね、会場来れなかった人も次は会場で、そしてどうしても来れなかったら配信でまた皆さんに会えるのを楽しみにしてます。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。